はい、バレンタイン終了ということで、どうも負けでございます。今回は今日の負け、もとい昨日の負けですね、キャノーの負け、よろしくお願いします。さあ、はあ、赤髪、俺待ってるからな、来てくれるの。はい、でチョコですね、これ家族ですね、これ家族みんなで買ってたチョコですね、これね、これ家族のお手手ですね、これね。はい、いやこれね、食ってないですよ、食ってると食ってないみたいな。これ今日食ったチョコは、このここのマジこの同じこれと、あとこれ、これね、できない意外と。はい、ということで、うさぎの、チョコでした。めちゃめちゃいいね、やっぱね、うさぎかわいちですね、かわち。でこれメインでもらったのこれなんだよ。あのね、食い方わからん。これ食えんわ。あのいつも ね動物系の僕チョコを、まあ、もらってるんですよ、家族から。やったーって、僕動物好きなんでね、動物好きってか、まあなんていうの、無難にいい、なんかわーすげーいいや、めっちゃよし、いただきますみたいな感じで、なんか頭何も考えずに食えるから一番いいんですけど、これ ねちょっとたまにあったけど、見たりとかしたけど、これまさかあるっていうか来るなんて思ってなかったから、見てください、これ。これ、どこから食うべきですかね、これね。なんか、食えんよね、これね。いやー、まあ、ちょっとじわじわ食べようかなって思います。で、チョコもらいましたと。はい、ありがとうございます。これね、なんか3月14日になんかもらえるかもしれないってことで、それも嬉しいね。はい。アマギフプレゼント for you! OK。で、なんだっけ。今日白猫で、まあ、バレンタインイベントが始まったわけなんですよね、新しいイベントが。でピックアップキャラが3人なんですよ。でこのツイッターでまあ見つけて、今ちょっと画像を拾ってきたんですけど、まず星5が出る確率が 1% です。うん、でそこからこの人かぶりもせずに全員出してるんですよ。えっ、しかも、そこいいじゃん。もう、そこでもう、え？あ、何言ってんの？みたいになるけど、そこは、まあ、そこもね、そこも、はぁってなるけど、この人11年で全部出したらしいんですよ。これは世間は許してくれませんよ。世間は許してくれませんよっていうか、世間は許すし、神行きって俺もすげえって思ったけど、このマント1枚ちょっと譲ってくれませんか？マジでね、最近のキャラ全然出ないからさ、本当に欲しいんですよってことで、ちょっと今から白猫開きます、見ましょうか。私の最近のキャラ、出てるキャラ、よろしくお願いします。マジで出てない。うん。はい、皆さん今白猫でこんな感じでね、はい。皆さん女の子ですよ。ほら、こんな可愛い女の子ばっかなんで、皆さん始めてください。はい。よし。いやー、でももう主人公いないからさ、ちょっと物足りないよね。多分アイリス視点なのかなって思うんだよね。寂しいって思うこと少なくなったな。はい、でこちらでね、持ってるキャラが見れるんですけれども、はい、ちなみに直近で今一番僕が持ってる一番新しいキャラ、これです。準備万端、これです。マジでね、いない、本当にいない。もう見て、もう白猫、今これ見てくださってる人に、白猫をやってる人がいるかどうかわかんないですけど、見てください、この枯渇具合。もう自分のモチベがなかったっていうのもあるかもしれないけど、基本的に毎日無料単発ガチャ絶対引いてて、でこれなんですよ。何ですかね、これね、わかんないね、これ。もうこいて、こっからもう全部もう、うん、ちょっと性能的にはちょっとさよならって感じで終わってます。はい、ってな感じで、次のバレンタイン、今のバレンタインですね。これまあどれが強いとかも多分わかんないけど、まあ、とりあえずね、どうだろうな、トツはいるんだよ。でザンもいるから、あ、違うわ、なんだろう、あ、いや違うよ、いないじゃん。俺さ、魔が欲しかったの、魔属性が欲しかったんだよ。一応打属性が、そう、シエラもいるし、ユージロもいるし、まあ大丈夫なんですよね。でトツが、まあ、マーキさんもいるし、なんてレクト君もいるから大丈夫やんってなるよ。でザンはまあ風車いるし、まだ全然戦えるし、これルナもいるから、まあまあ全然いけるんですよ。で見て、このマがいないの、もう全然一番強い今が今イクシアなんだよね。でで
あの主人公がもうルーンセイバーっていうこの魔属性、魔属性2つしかないんだよね、ほんとマジでどうなってんだよこれ。なんですけど、これで主人公が欲しかったんですけど出なかったと。でまあもう燃え尽きちゃってるからどうしようかなっていう希望もあるんですけど、まだ主人公も見れないって思ってるじゃないですか。違うんですよこれ、なんと。はい、待って、いいですよ。ん、それが全ての始まり。あれ、なんだなんだこれ、ペーミングガチャチケット。いや多分無理だな。ん、なんだ、まあいいや。ここでもう見れないって思うじゃないですか。ここを開いて1、2、3、この次ほらいるんですよ。これなんだよね。もう僕にはこれしか希望がないんで、もうあともうちょっとでたまるから、これでもう一点狙い、もう間違いなく一点狙いをするしかないんで、もう今から貯めていきますってことでおります。ありがとうございました。もうこんなって言ったらあれだけど、俺は今日の負けもすらももう今それをしてる場合じゃないんで、俺は今から石を貯めてくるぜってことで終わります。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。それじゃあ神引きして